ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな聞いて、みんな聞いて。タイガースの岡田監督がジャイアンツのことを不気味やって言ってるらしいのよ。え、マジかと思ったよ、俺。ほんまに。だって2年連続 B クラスよ。そのチームのことを今年日本一になったチームの監督が来年は巨人不気味やな、オーン、みたいな感じで言ってたらしくて、ちょっと今日それについてお話したいなというふうに思ってます。ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に取り扱ってるチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人ちゃうよ。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思うんですけども、今日はですね、ちょっとね、いつもと違ってですね、ちょっとホテルの中で撮らせていただいてますと。はい、その理由はですね、僕、明日から、岸田選手と、ジャイアンツの岸田選手と、ジャイアンツの萩原選手の、自主トレをちょっと手伝う関係で、ちょっと今、いつも京都にいるんですけども、東京に、来てまして、で、今日から、2週間ぐらい、2週間、明日、今日5ですよね、5日で、19日まで、東京にいるので、その期間はですね、この、東京の ホテルの中で、撮影、するというところになっております。いつもホワイトボード、でっかいホワイトボードで、ね、家の中に置いてるんですけども、今日はですね、わざわざ岸田選手がですね、この、磁石で貼れるような、ホワイトボードを、わざわざ僕のために買ってくれて、で、まあこれ、普通の壁なんですけども、壁にペタッと貼り付けて、ちょっといつものボード代わりにさせてもらってます。はい、そんなことはまあ、さておきですね。今日はですね、まあ先ほど言いましたけども、阪神の岡田監督がジャイアンツのことを不気味だというふうに、言って、くれた件について、言ってくれたって言うと、ちょっとあれなんですけども、まあちょっと嬉しいんですよね。2年連続 B クラスのチームのことをね、不気味やって言ってくれるって、まあ、それだけ、評価してくれてるっていうことだとは思うので、ちょっとそれについてね、今日ね、皆さんにお話ししたいかなというふうに思います。そもそもなんですけども、岡田監督がこれ発言をですね、いつ言ってたのかというところなんですけども、新春の、まあ、対談というところで、赤星選手って言ったじゃないですか。阪神の赤星選手ね、レッドスターと、岡田監督がね、まあ、去年の振り返りであったりとか、来季というかね、2024年のシーズンをどう戦うのか、みたいな対談を、まあ、されてた中に、巨人のことを言及されたところがあったんですよ。で、まあ、巨人のことは、まあ、ちょっと言ったかったんで、まとめさせてもらいました。で、まあ、岡田監督が言ってた、発言はね、主に3つありまして、で、まず一つ目なんですけども、まあ、巨人ね、2年連続 B クラスで、なってますと。で、まあ、岡田監督からすると、やはり巨人っていうのは、まあ、言ってないですよ。言ってないですけど、2年連続 B クラスで、さすがに3年連続 B クラスというか、立て直してくるやろと。そんな、ずっとやられてるチームじゃないっていうのが、多分おそらくその意識の中にね、あると思うんで、そういったことをおっしゃってたんですよ。2年連続 B クラスやから立て直してくるやろう、みたいな感じでね、おっしゃってたんですよね。はい。で、それはね、まあ、監督も変わってというところで、しっかりリリーフ、課題であったリリーフをしっかり補強できているっていうところも、まあ、合わせてね、そういったことを、おっしゃってるのではないかなというふうに、まあ、僕は推測しておりますと。で、二つ目なんですけども、去年ね、2023年後半ですね、後半戦ですね、まあ、菅野さんであったりとか、戸郷っていうのはね、まあ、巨人で言ったら、まあ、柱になってくるピッチャー、柱のピッチャーではあると思うんですけども、まあ、敵軍のね、阪神の岡田監督から見ると、
その後半戦は菅野さんとか戸郷よりも、まあ、山崎伊織であったりとか、赤星の方がすごく、安定感があって良かったというふうに、おっしゃってました。はい。っていうところはやはり、まあ今までね、引っ張ってきた、まあ今までというか、まあ戸郷はまだ若いですけども、二人よりも、まあ後半戦ね、まあ、一瞬かもしれないですけども、この二人の方が良かったっていうふうに言ってるってことは、それだけね、この二人が力がつけてきたっていうところだと思うし、来季ね、まあ、後半戦だけじゃなくて、一年通じて、まあ、去年の後半のような成績を出すことができるとね、まあ、非常に強力な四本柱というかね、まあ、菅野さんはちょっとね、守護神転向かと。か言われたりとか、リリーフ転向ちゃうかとか、ローテを確約されてなかったりとか、まあ競争やとか、安倍監督が言われたりとかね、まあいろいろあるんですけども、まあその、阪神の岡田監督が見ると、やはり菅野、戸郷っていうところは、まあ特別視してるというかね、うん、力があるというふうに、認めてらっしゃるんじゃないかなと、この発言から、わかりますと。はい。で、最後なんですけど、三つ目なんですけども、巨人の編成について、ちょっと言及されてたんですよ、その対談でね。で、どういったことかというとですね、長野さんであったりとか、まあ、長野さんを、復帰、広島からまた復帰させたりとか、まあ、松田選手をですね、ソフトバンク、まあ、戦力外というかね、自由契約になった松崎選手を取ってきたりとか、まあ、中田翔選手を、まあ、まあ、ちょっとそれは、去年じゃないですけども、まあ、その、まあ、ファイターズでちょっと事件があって取ったりとか、まあ、中島さんをね、がいたりとか、そういった感じで、ベテランが非常に多いと、いうふうにおっしゃってて、まあ、岡田監督がはっきり言ってはったんですけども、やはりこういう選手たちがね、まあ、一流のベンチに、まあ、結構いたりするんで、出たりしてるんで、正直負ける気がしなかったというふうにおっしゃってたんですよね。で、まあ、別にベテランを悪く言うわけでもないし、やはり経験されてるし、非常に、ね、キャリアのある選手なんで、まあ、丁重に扱っていかないといけないというのはあると思うんですけども、まあ、やはり、チームの大半がですね、30代以上とかっていう風になってくると、やはり、チーム力っていうのは、落ちてくると思いますし、うん。まあ、今の阪神見てもわかると思うんですけども、やはりこう、20代の選手、今、油へ乗ってるというかね、20代の、まあ、中盤から後半、30代ぐらい、30代入ったぐらいの、25からまあ30ぐらいの間の、選手がね、やはりこう、阪神では活躍してるじゃないですか。で、そういった選手っていうのは、やはりまだまだね、伸びていくと思うし、そういったところで、まあ阪神がね、黄金期が来る、予感はしてるんですけども、まあやはりその、岡田監督の考えっていうのは、まあ僕が今言ったように、若くて、息のある選手を使って、チームが強い期間をどれだけ長くしていけるかっていう考え方で、編成をされてるのかなっていうふうに思ってて、まあこれだけ見るとね、巨人を見るとですね、やはりこう短期的な目というかね、うん、まあ今年勝てればいいでしょっていう感じで、まあベテランを取ってきたりとか、そういった感じの補強っていうのはまあ昔から繰り返されてるわけですけども、やはり岡田監督はそれではダメだというふうに思ってらっしゃると思うし。まあ、FA の補強なんかに関しても、今年ね、阪神、もう終わりやっていうふうに、おっしゃってたりとかするんで、外国人選手を、まあ、軽視してるというか、実力がないっていうふうに言ってるわけではないと思うんですけども、やはり日本のレベルも、こう、どんどん上がってきて、やはりこう、適応できない、選手、外国人選手が増えてきたりとか、やはり、メジャーで、ちょっと活躍したというか、まあちょっとやってきましたみたいな感じの外国人じゃちょっと日本のね、レベルで、日本のこの一軍で、あまり活躍しきれてないっていうのが、おそらく岡田監督の中にはあると思うんで、そういったところでやはり、まあ自前の選手というかね、ドラフトでしっかり取っていた選手を、まあ数年育てて、そこからね、長いスパンで、チームを強くしていくっていう考え方のもとでやってらっしゃると思うので、そういったところでは、まあ、阪神もね、数年前は、まあ、暗黒期とか、よく言われてましたし、なかなか勝てへんよ、というふうに言われてましたけども、やはりその、今まで見るとね、佐藤輝であったりとか、まあ、近本選手であったりとか、まあ、森下選手もそうですよね。で、まあ、もう上げればキリないんですけども、やはりドラフト上位で、獲得した選手が、まあ、今年のね、優勝の原動力というかね、もう、
柱というかね、もう一番の主力の選手たちなんで、まあそういったところで、巨人は毎年優勝を、まあ、なんて言うんだろう、目指せって言われてる、うん、うん、勝たないといけないと、上昇軍団だというふうに言われてるがゆえにですね、やはり毎年こう短期的な目で補強して、まあ優勝することもあるんだけど、まあ連覇したりとかっていうところはなかなか最近できてないというところがあるので、やはり一回ね、まあ岡田監督もこれはおっしゃってたんですけども、まあチームの転換期やと、巨人に関しては転換期やというふうにチームを立て直す、期間やというふうにおっしゃってたと思うんで、それは僕は、その意見に同意ですし、まあ今年ね、安倍監督になりまして、まあリリーフでね、たくさん他球団から取ってきましたけども、やっぱり核となる選手、まあ内野手であったりとか、まあセンターラインにいるような選手はですね、やはり、巨人の生え抜きの選手でやっていきそうな感じ、今の発言を見ると、そういった感じはしてるんで、非常にそういったところは、まあ、弱いところは、他で補って、センターラインとか、まあ、中軸とか、そういった、核となるようなところは、自前の選手でっていう風に、まあ、うまいことね、補強と、自前の選手をなんていうの、組み合わせてるのかなっていう風に感じはね、僕はしてるんで、そういったところで、まあ、その、非常に、来季ね、面白くなってくるんちゃうかなと。岡田監督は不気味やというふうに言うのも、まあ、あながちね、まあ、間違いじゃないというか、そうなのかなというふうに思うし、まあ、やはり短期的な目で見ないっていうところ、うん、今の巨人は、やはり、なかなかこう、優勝できる戦力が、まだ整ってないのかなというふうに、個人的には僕思うので、来季も多分おそらく優勝は、まあ、阪神が硬いのかなっていう感じはしてるんですけども、まあ、まだデータは見てないんですけども、まあそういったところですね。うん。うん。まあ、ここ正反対の編成というふうに書いてますけども、中長期的なね、目で見るってことは、非常に大事かなというふうに思うので、まあね、そこはね、来季ね、また、ジャイアンツと阪神、まあ開幕戦、やる、そうですけども、まあ非常にね、開幕戦から激アツな戦いを見せてくれるんちゃうかなと。いうふうに、個人的には思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあちょっとホテルからお送りさせていただきましたけども、こっから2週間ぐらいはね、こんな感じの動画スタイルで、やらせていただこうかなというふうに思っております。また見にくかったりとか、まあいつもと違うので見にくかったりとか、なんかもうちょっとこうしてほしいとか、まあいろいろいつも見てくださってる方はあるかと思いますんで、ぜひね、そういった、こともね、コメント欄で。指摘していただけると嬉しいかなというふうに思っております。まだね、まあ、こういう企画をやってくださいとか、この話についてを、聞かせてくださいとか、まあ、いろいろね、そういった、企画案とかにも関しても、まあ、僕全部コメント見てますんで、ぜひね、そういったコメントをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日はちょっとね、なんか座りながらの感じでいつもと調子狂ったんですけども、ここから2週間はこんな感じでよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。